テレポビズ。テレビ東京政治部の豊満です。私は岸田総理のゴールデンウィークの外遊に同行しました。インドネシア、ベトナム、タイ、そしてイタリア、バチカン、イギリスと計6カ国を訪問した岸田総理ですが、外遊中ですね、地上波のニュースでは取り上げきれなかったその映像というのもたくさんあります。ということで今回はそうした映像を踏まえながら今回の外遊を振り返っていこうと思います。そしてですね、今日は一緒に同行した中田カメラマンにも一緒に伝えてもらおうと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに中田さん、ちょっと自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。わかりました。国会英語クラブという、クラブに所属している、カメラマン中田と申します。国会英語クラブっていうのは普段どういうことをして、まあ予算委員会とか、本会議とか、まあ会議中心に、撮影を行ってます。あ、なるほど。そうです。官邸の取材とかもやってますね。そうですね、官邸も取材でしてますね。はい、もう基本的には政治のことは全部取材。そうですね、政治全般を取材してます。ちなみにその英法クラブに所属している中田さんが今回なんでこう同行することになったんですか。こういう総理の外遊取材になると、うん、代表者を決めてそこで、その取材を、担当することになったのが今回テレビ東京ということになりますね。なるほど。テレビ局の代表で、まあ、何社か選ぶんですが、うん、今回はテレビ東京も選ばれたということですね。外遊自体は今回初めてとかでもないですよね。いや、そうです。もう5回以上は行ってます。なるほど、はい、じゃあもう大先輩ですね。はい、じゃあもう慣れたもんですか。まあ慣れはしないですけど。コロナの中での外遊っていうのも初めてですか。じゃあコロナで行くのは初めてですね。じゃあちょっといろいろ勝手は違った、はい、そうですね、結構制限された中での撮影ということになります。なるほど、はい、じゃあ今回そういうところもちょっと伺いながら、はい、今回の概要振り返っていこうと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。で、まず最初の訪問国となったのは日本からおよそ5700キロ離れたインドネシアです。インドネシアは今年の G20 サミットの議長国で、岸田総理としてはウクライナ問題をめぐって協力を得たい考えでした。まあ、こうした中迎えた首脳会談ですが、インドネシア側のコロナ対策で我々のようなペンの記者はですね、現場に行けず、この中田さんが日本のプレスとしてですね、一人だけ現場で映像取材をすることになったんですよね。はい、そうです。あれ本当に一人だったんですか。あ、一人ですね。完全にですか。完全に。普段だと大体カメラマンさんってこう音声さんと二人一組とかだと思うんですけども、はい、音声さんもなかった。もうなく、カメラマン一人で、全行程回りました。お昼ぐらいに入ったんでしたっけ。それからまあ夜晩餐会までずっとですね。ああ、それじゃもう、はい、数時間じゃ、もう5、6時間ですよね。はい、現場は実際どういう雰囲気でしたか。まあ淡々とと言ったらそうなんですけど、総理はなんか淡々と行事を行っていたという感じですかね。なんかこうジョコ大統領とこう仲良親密さとかはどういうふうに見えますか。まあ、ある程度やっぱ一定の距離感はあったのかなと思いますけど、はい、まあ、もしあんまり砕けた雰囲気っていう気はしませんでしたけど、はい、まあ、インドネシアとはちょっとこう難しい距離感っていうのが最初から言われていた中で、やっぱり現場でもそういう雰囲気がちょっと漂ってたって感じですかね。晩餐会とかでもあまりこうフランクにっていう感じではなかった。あ、そうですね、晩餐会本当に時間も短かったので、まあ軽く笑ってる顔はあったのと思うんですけど、じゃあ非常にこう、ビジネスライクな、ビジネスライクな感じでしたね。なるほど。これは岸田総理が大統領の宮殿でしたかね、そうです、かなんかに着いた時だったと思うんですけども、はい、通訳さんがすごいかぶって、ね、中田さんがこう苦労してこう、そうですね、ポジションを決めてるようにも見えるんですけど、なんか全くそのインドネシア側の、カメラマンとしか僕は一緒にいないので、言葉が通じなくて、どこにこう総理が来るっていうのをもうただジェスチャーのみで理解するしかないので、ちょっと場所の特定がよくできてないっていう感じですかね。日本の取材だと結構もう、そうですね、かっちり場所決まってたりするんですけど、
そのインドネシアクルーになんかもうただただついていくっていう感じの取材現場でした。もちろんお互いこう言葉は通じない、言葉は通じないので本当についていくっていう感じでしたね。あのこっちだよこっちだよって言われながら、それについていくっていう。なんかすごい動物の鳴き声みたいなのしてるんですけど、これ何なの？ちょっともうあの大変すぎて、まあ、もうずっとついていくんで、あんま気になってなかったですね、この音は。そうなんです、はい、もう僕らあの記者はあのホテルにあるプレスルームっていうところでこういう映像を見てるんですけども、もうずっとなんだこの鳴き声はっていうので盛り上がりましてでよくよく聞くとなんか鹿だそうです、ね、そうですね、はい、遠くの方にすっごいでかい前庭なんですけど、遠くの方に動物らしきものがいたのは覚えてます。はい、なんかその鹿もですね、日本から送られた鹿だという。あ、そうなんですか。まあ、その有効の象徴として、あの現地 の, あの大統領府が配信してたあの映像にはやたらと鹿が抜かれるっていう確かにこう食事とか見ててもあまりこう岸田総理とジョコ大統領親密な感じはちょっとしないです ね、ちょっと、まあ、距離感はあったんじゃないでしょうか。そうですね、とにかく広いから本当にずっと走ってるのがですね、先に行って行かなきゃいけないから。あ、そうですよね、基本的にやっぱ総理を先回りしなきゃいけない、先回りしなきゃいけないんで、うん、ずっと走ってるような感じですかね、一人で、はい、一人で、まあ一人、まあ、インドネシアクルーとずっとやっぱりこう終わった後はインドネシアクルーとお疲れみたいな感じになった。あ、最終的にはちょっとなんか気持ちの中ではつながれたのかもしれないですねそういうこう、なんか独特な関係もあるああいう取材ということですね、はい、そして岸田総理はジャカルタで一泊した後2カ国目のベトナムへと移動しました。ベトナム訪問時のニュースで取り上げられるのはチン首相との会談です。この会談が日ベトナム首脳会談と呼ばれるものになります。ただですね、ベトナムは共産党による一党支配体制で、ベトナム共産党内の序列では実はこう首相よりもさらに上の人がいるんですね。で今回岸田総理は今回の訪問でチン首相を含めベトナムのトップ4人全員と会談しました。岸田総理は日ベトナム友好議連の幹事長を務めるなどベトナムには実は思い出が強いそうなんです。まあ、そうした中ですね、ベトナム側も岸田総理に対して最大限のおもてなしをしたという形なんですね。そうした中、中田さんは岸田総理とその序列の中でもトップとされているチョン書記長との会談の取材を確かされたと思うんですけども、すごいこれ豪華ですよね。確かに大統領府と言われてもわからないぐらいすごい豪華な、ね、広さとかは本当に多分首相府よりこの会談される部屋に関してはもう大きかったと思います。はい、そうですか。じゃあいわゆるこう首脳会談よりも豪華な部屋だった。豪華な部屋でしたね。なるほど、はい、なんかこうベトナムのこう政治体制というか、そういうのが伺える気もしますけども、まあ、ちょっと、まあ、この取材に関してはちょっとあの結構現場が荒れててですね、どういうすごい取材クルーがいっぱいいまして。そうでしたね。まあ、あの取材位置はこの辺っていうのは決まってるんですけど、全然あの場所を取り合いになっちゃうぐらい人がいたので、大変でしたね、撮るのに。ここもやっぱりすごかったですね、あの人の数が、メディアの数が、ずっと押されてるんですよね、あの後ろから。あこれもね、カメラがかぶってしまって。そうなんです。これも総理が入るまでもうずっとあの場所が確定せず、はい、この木のところでやるっていうのは決まってるんですけど、どういう向きで撮るかっていうのを日本なら絶対決めるんですけど、はいはい、あの全然決まらず、はい、結局なし崩し的になんかもう総理とその首相で決める、その時のもうお二人のその時の気分の、その時の気分でやるしかないっていうことになっちゃって、もうメディアはだからもうぐしゃぐしゃでしたね。ああ、
まあ、それだけ逆に言えばこう日本の総理が来るとなるとやっぱベトナムでは注目をされていたということなのかもしれないですよね。 そして飛行機で2時間、アジア歴訪の最後の国となるタイに到着しました。タイとの首脳会談では南シナ海での海洋進出を活発化させている中国を念頭に、日本からの防衛装備品の輸出などに関する協定の締結で合意するなど一定の成果がありました。その首脳会談終了後にプラユット首相が主催した晩餐会が開かれたんですが、この晩餐会が盛り上がりなかなか終わらず、当初の想定よりかなり伸びました。結果ですね、イタリアに向かう飛行機の出発時間ギリギリとなってしまいまして、ぶら下がり取材の時も総理は少し疲れた表情を見せていました。またですね、時間がなくですね、質問も数問だけとなって、ぶら下がりが終わり次第記者はですね走って向かうことになったんですけども、中田さんたちカメラマンは実はこのぶら下がり会期よりも先に移動している予定だったんですよね。そうですね。実際はどうだったんですか？総理晩餐会自体はカメラがもう入れない、状況だったので、もうその前の、共同記者発表を終えた時点で、ホテルに車で戻って、そこからずっと2時間ぐらいですかね、車の中で缶詰の状態でしたね。僕らがこのぶら下がりでこう待ってる間も実は車で待機させられて、ね、ずっと車で、総理が戻ってきてぶら下がりが終えるまで、そうですね、2時間ほどずっと車の中で待っている状態でした。本当にもう飛行機が間に合わないから、もしかしたらぶら下がりもなくなるんじゃないかぐらいの雰囲気、ね、があって、もう時間もかなり遅かったですもんね。またそのアジア3カ国終わったっていう、こう一区切り感っていうのが、我々メディアにもありましたし、本当にでもアジア全部スケジュールがもう詰め込みまくってたので。いや、そうでしたね。基本的にはもう1日1カ国 でタイが少しだけ初日入ったのがもう5時ぐらいだったので、そこから取材がないっていう状況でしたけど、それ以外はもう本当にずっと、総理も基本的にはもう何か行事があったりとか、現地の日本人の人たちと、昼食を取ったりで、そこでワーキングランチしたりということで、本当に休みがなかったですよね。そうした中、最後アジアタイでは終わって、この後しかも14時間の飛行機の旅ですから、ね、ちょっとゆっくりできるという雰囲気が、総理の顔からもちょっと見て取れるかなというふうに思いましたね。そして飛行機でおよそ14時間8800キロ以上移動して着いたのが4カ国目の訪問国イタリアです。日本と同じく G7 参加国であるイタリアですが、ドラギ首相とは初めての米会談でした。ドラギ首相との首脳会談も我々ペン記者は代表の数社しか入れなかったんですが、中田さんはここでも映像代表として取材に入られたんですよね。そうですね。実際こうイタリアでのこの取材の中で、その東南アジアとの違いを感じたというふうにさっき聞いたんですけども、はい、どういうところだったんですか？そうですね、現場がこう荒々しいアジアとはちょっとやっぱ変わって、イタリアでは結構スマートに、ちゃんと取材場所があって、この記者会見の場所 もうあらかじめ用意されていて、こちらですと、エスコートされながら取材現場に着くことができました。なんか聞いた話だと荷物とかも持ってくれた。そうですね、カメラとかも全部こあっちがこう持ちますと言って持ってくれるような。イタリアの職員さんですかね。そうですね、カメラマンとは言ってましたね。あちらの技術クルーと言ってましたね。じゃあそこは違う意味でまた協力し合って。そうですね、共同記者会見の場所ではもう本当に結構あっちが率先して全部やってくれるような、ちなみに岸田総理はローマの街の中にありますですね、バチカンにも訪問しているんですが、そこでローマ教皇と面会しました。ただですね、日本側のプレスはですね、今回一切入れなかったんですよね、バチカンのその国の中に。そうですね。外務省の方とかに話を聞くと、
かなりこうバチカン側がコロナ対策に敏感になっていて、まあ、日本の取材はちょっとお断りだというような感じだったんですけども、実際そういう意味で今回もお伝えする映像がなくてですね、今多分私たちの顔が映っていると思うんですけども、結構ローマってそういう意味では取材の規制が意外と多かったんですよね。そうですね、街全体が、もう世界遺産になってしまっているので、うん、その一区画一区画でもう、まあ、申請もそうですけどお金もそうだし、すごく、もう普通ならもう1ヶ月前ぐらいから、もう準備しないと申請も通らないぐらい厳しい、なんか規制があるそうです。そうですよね、大体こう我々外遊に行くとカメラマンの方がその町々のこういわゆるこう風景というか、このその町のこう、まあ、我々雑感といいますけども、うん、こう景色とかを撮って、まあ、資料映像として撮ってきてくれるんですけども、まあ、今回も当たり前のようにそういうものなのかなと思ったら、なんかこうカメラマンさんたちがざわざわしてるんで、聞くところによると撮れないと、全く撮れないということで、しかもなんかカメラの三脚を置くにも使用料がかかる。そうですね、その一つ一つの区画でここに置いたら、まあ、そのぐらいのまたお金が発生するし、まあ、申請も必要だしっていう、本当大変なですよ、ね、準備が必要みたいです、ね、イタリアに関しては今回お伝えできる映像というのはちょっと少ないんですけども、まあ そうね、そうしたですね、実は苦労を僕たちだけじゃなくて実は外務省もしていて、ああ岸田総理がぶら下がりをするときに、はい、ホテル内で場所を探したいということで場所を探してたんですけども、まあ、岸田総理もいろいろ場所を検討したんですけども、いいところはなんか今日そこは貸し切りのパーティーがあるから使わないでくれとか言われて、で、ね、で外務省の人がどっかいい場所ないですかっていうので一生懸命探して見つけたのが、ライオンの石像が並んでいる場所ですよ、岸田総理の横にライオンがいるというこの、はい、ちょっと不思議な映像 でしかもこう岸田総理がこう、ね、ズームになると後ろにもライオンがいるっていう、なんか少しでもこうちょっと不思議な光景でした、ね、でも本当にもここしか多分許されないと言ったらあれですけど、ここにしてくれみたいな感じでしたよね、ホテル側も。どうしてもこうなんかこう建物の中の会議室みたいな、そのイタリア感のない場所ではなくて、少しでもこう外遊に来ている雰囲気を伝わる映像、ぶら下がり場所と探して、まあ、あの場所になってしまったということなんですけども、なかなかやっぱりそういう意味では総理の取材っていうのはそういう路地の場所を探してどこでかぶら下がりをするのかみたいなことも意外とこうメディアと政府側とのこう交渉というか、協力っていうのも必要になってくるんだっていう、そうしたものがようやく皆さんにお伝えできているっていうことですよね。そういうことですね。さて、いよいよ最後の訪問地となるイギリスに到着しました岸田総理です。ジョンソン首相とは G7 でも首脳会談をしましたし、まあ、お互い外務大臣時代に仕事をした仲ということで、まあ、私が見る限り非常にフランクな雰囲気で、岸田総理も非常にこうリラックスした様子だったなというふうに思います。でまたですね、このジョンソン首相からこう歓迎式典の際に指さされた先にはですね、こちら、この航空機は岸田総理の賓客としての初のイギリス訪問を記念して今回の飛行が行われたということなんですけども、なんかあまりこう総理は興味がなさそうな感じでしたよね。今さっきジョンソンさんとちょっと目線が合わないような感じでしたが、まあ、そうした記念に今回の飛行が行われたということで、イギリス側の歓迎ぶりというのも見て取れるかなと思います。そしてここが有名なダウニング街10番地ですね。イギリスの首相官邸です。よくドラマとかニュースでも見ることがあると思いますが、残念なことに私はですね、この前に行われましたギルドホールでの岸田総理の基調講演の取材に当たっていて、実際にこのダウニング街10番地に行くことができなかったんですが、実はここも中田さんがカメラで取材をされていたんですけども、実際にそのまあいろいろドラマとかでも見ますけども、どんな建物とかどういう雰囲気なんですか？ あんまりなんていうんですかね、大きくなくて、まあ見た目本当に普通の、そんな
豪華な建物でもなく、それまでこうアジアの国々のね、あの首相府とかはもう、豪華な建物を見てるとちょっと簡素には見えましたね。ちなみにイギリスのメディアってどういう雰囲気だったんですか？まあ、あのやっぱ10番扉の前なのですごくいっぱいメディアはいましたね。結構ご所属者いた？いやもうそれどころじゃないですね、もう十数社多分、いました、ただそのみんなメディアのほぼマスクをしてなかったですね。マスクをしてないんですか？はい、確かにニュースではもうイギリスはマスクを街中でもしてないっていうふうに聞きますし、私も実際街中見ていると、あのバスの中から見ているとほとんどマスクをしてないですよね。そうですね、もう日本のクルーと、まあ、あと数人程度しかマスクしてなくて、まあ、ちょっと逆にあっちから見るとちょっとこう変な目で見られてたのかもしれません。わかります、はい。私もギルドホールでの取材の時にほとんど誰もマスクしないんですよね。日本人しかしてなくて、そんな中で日本のメディア取材陣10人ぐらいがいきなりマスクで集団で現れた瞬間になんだこいつらはみたいな目で若干見られまして、なんかやっぱりここももうそのウィズコロナというかもうアフターコロナに進んでいるイギリスとの違いっていうのを感じましたよね。でも、ね、十数社いると結構密ですよね。密でしたね、結構、はい、でましてやその政府の要人 で、ね、ある首相と近い距離で取材する、我々は逆に総理と近い距離で取材するからこそマスクの徹底を呼びかけられましたけども、そういう雰囲気ではなかったって感じですか？そうですね、まあ、みんなそういう対策的なことは多分してなかったんじゃないでしょうか、なるほど。ということで5泊8日にわたる岸田総理のゴールデンウィーク中の外遊について、まあ、地上波では紹介できなかった映像もちょっと含めながらご紹介させていただきましたが、まあ、岸田総理ですね、あの最後の内外記者会の時にですね、まあ、今後が外遊が本格化していくというふうにおっしゃっていました。まあ、実際、これからどんどん外遊が増えていくことになると思いますし、まあ、そのましたこうウクライナの情勢もある中でやっぱり外遊っていうのが重要になってくると思うんですけども、今後外遊増えていく中でその、まあ、カメラマンとして今後どういうふうにこうやっていきたいといいますか、こうカメラマンとしてあのこうしていきたいというような思いがあれば教えていただければと思います。そうですね、まあ、規制が、まあ、今こうコロナ禍で多い中で、まあ、厳しい条件ですけど、まあいろんなことに対応しながら、総理がこうハプニングがあった時も見逃さないように、まあ、緊張感を持ちながら、取材していけたらなと思います。やっぱりこう代表で行くわけですからね。そうですね、緊張感もかなりあるわけと思いますけども、はい、ぜひ今後とも一つ、そうですね、はい、一緒に協力しながら国会の取材の方もできればなと思いますので、はい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。